皆さんこんにちは。Bレジェンド管理用紙の野々目です。今日はビタミン A と運動の関係についてお話ししたいと思います。ビタミン A なんですけれども、こちらは脂溶性のビタミンに分類されます。栄養素と表示基準値という、日本人の平均がこれぐらいの量を取った方がいいよっていう、1日の量になるんですけれども、こちらの量が770マイクログラムになります。それに対して普段皆さんがどれぐらい取ってるかという数字なんですが、国民健康栄養調査の結果によりますと、20歳以上のあの方ですね、平均値が550マイクログラムとなっています。大体の方が220マイクログラム不足している状態になっている栄養素となります。ビタミン A が主にどんな役割をしているかといいますと、目の健康ですとか、あと皮膚の免疫とか健康の維持というところに使われている、そういう栄養素になります。多く含まれている食品なんですけれども、代表的なものがレバーになるかと思います。鶏のレバーですね、豚のレバーも多く入ってます。鶏のレバーですと、だいたい串2本ぐらい食べると8400マイクログラムになります。その他うなぎも多く入ってます。うなぎの蒲焼き一串で1500マイクログラム入ってます。卵黄にも多く含まれてまして、ちょっと大きめの L のサイズの卵の卵黄1個で140マイクログラム取ることができます。その他はですね、色の濃い、緑黄色野菜に多く含まれているんですが、皮付きの人参半分、2分の1本ぐらいで576マイクログラム、ほうれん草1束の半分ぐらい、4茎ぐらいの量で420マイクログラム、大根の葉っぱ50グラムで165マイクログラム入ってます。かぼちゃも多く入っていて、8分の1切れ、だいたい80グラムぐらいで264マイクログラム入ってます。日本人はですね、主にビタミン A は野菜から取られている方が多いというふうに調査結果が出ています。こちら耐用上限という、これ以上食べるといろんな疾病のリスクとかがあるよという数字なんですけれども、脂溶性のビタミンというのは過剰摂取してしまうと体内に蓄積されてしまうので耐用上限があります。耐用上限なんですが、成人ですと、女性も男性も1700マイクログラムとなっています。ただレバー2本で8400マイクログラムと言ったんですけれども、すでにね、このレバー食べるとすぐ超えてしまう量になります。なんですが、この1日とか2日とかそういう数日単位でその耐用上限っていうのは超えても特に問題はなくって、だいたい1月ぐらいの幅で見てもらった時に、平均して超えていなければ大丈夫ですので、1日のうちにたくさんレバー食べて超えてしまったといって、特に心配する必要はありません。そういった日がちょっと続かないようにしてもらえればいいかと思います。この過剰摂取した時にどういった症状が起きてくるかと言いますと、脂溶性ビタミンなので、体内で蓄積していくというお話したんですが、その蓄積することによってで肝障害、肝臓の障害ですね、起こしやすくなります。あとは頭痛がしたりですとか、脱毛があったり、筋肉痛を引き起こすことも、報告されています。で、逆に不足した場合なんですけれども、夜盲症といって夜暗いところで見づらい、鳥目って言ったりするんですけれども、見づらくなりやすくなったりですとか、あとは皮膚のトラブルが起きやすくなったり、免疫も司っていますので、ちょっと免疫力が落ちて感染しやすくなったりとか、そういったことが起きてきます。あとは抗酸化作用もビタミン A にありますので、酸化しやすい体になってしまうかと思います。で、スポーツとの関わりなんですけれども、先ほど、目の、健康の維持につながるということを話したんですが、ですので色の識別とかそういったところに影響してきます。あとは成長期のお子さんですと、骨とか神経系の発達にも影響してきますので、しっかり取ることが望まれます。その他にはですね、筋トレとの関わりでいきますと、ですのでしっかりとビタミン A を取ってないと、色の識別がしづらくなって
ってパフォーマンスに影響してきます。抗酸化作用がビタミン A にありますので、体が酸化してしまいますとパフォーマンスが落ちてきてしまいますので、ぜひ筋トレしている方にも取っていただきたい理由の一つとなります。食べ方のポイントなんですけれども、脂溶性のビタミンになりますので、油と一緒に摂ると吸収率が高まります。ですので油で炒めた野菜炒めとかそういったもので食べていただくと効率よく摂ることができますので、ぜひお試しいただければと思います。次回はビタミン D と筋トレの関わりについてお話ししたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。